私とってのブルース・リーはやっぱ神ですね。ブルース・リーの死亡遊戯のですね、あの本物の使ってたやつのレプリカで、リー様が本当に使ってたヌンチャクが抱える感じで一緒に寝ました。結構胸熱なジークンドーコーダっていうものですね。エモいですね。かっこいいですよね。これを着てるんですよ。考えるな、感じろです。どうも。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。森ルイスです。どうぞ中で。あ、大丈夫ですか。はい。よいしょ。じゃあちょっと2階の方が部屋になるので、はい。じゃあお案内しますね。はい、こちらの部屋になるんですけど、あのちょっと一旦着替えてきても大丈夫ですか？あ、はい、すみません、ちょっとじゃあ着替えてきます。はい、はい、すみません、はい、すみません。あ、どうも。はい。森さんは何のマニアに？ブルース・リーマニアです。こんな感じですね。だいぶポスターとかはまああれなんですけど、衣装だったり、あとはそうですね、フィギュアだったり、あとこっちがヌンチャクですね。まずまあこれがですね、ヌンチャクのそのブルース・リーの死亡遊戯のですね、あの本物の使ってたやつのレプリカで、ここの長さとかも全部本当に精密に完全再現されたものでして、こちらちゃんとカバーもあって、普通ヌンチャクってこれのまんまこうやって入れると思うんですけど、こうやって入れるものではなくてですね、ブルース・リー様、映画のシーンでですね、ヌンチャクをこう取り出して、そしてヌンチャクをするっていうシーンがあるんですけど、それをするためにはこれがこうなってるとヌンチャクできないじゃないですか。なのでここのカバーの長さでこうやって入れるんですよね。映画でも本当にリー様はそうやって入れてまして、収めてて、こうすることによってここでこうやって出せるっていう、はい。これはもうやっぱもうマニアにはたまらないと言いますか。それもこのカバーも含めて、あのもう本当に最高に嬉しいヌンチャクセットっていう感じなんですよ。これは本当レプリカなんで、あの実際に使うものではないっていう感じなんですよね。これで触れたらいいんですけど、こう振ったらもう一瞬で壊れちゃうんで触れないっていうもどかしさがよくありますね。で、普段使っているものはこちらになりますね。これが基本的にはもうお気に入りのヌンチャク10年以上のものなので、それに黄色 あのテープつけちゃったって感じですね。これとかはもう完全に凶器ですね。忍ばせなんで、ちょっとモザイクかけてほしいぐらいです。で、あの一時期あったんですよ、リー様が本当に使ってたヌンチャクが1週間だけこのお家に眠ってたんですけど、ブルース・リー様が実際に本当に映画の現場でドラゴンの道で使用したヌンチャクをお借りしまして、もうずっと見てました。赤とかが、手垢とかがあって、何かね、ちょっとめっちゃじっくり見ました。ダブルヌンチャクで2個使うんですけど、10本ぐらいあったらしくて、そのうちの2本で、だから本当にリハーサルの時に使ったのか本番で使ったのかっていうのはちょっと分かんないんですけど、そういうのも想像しながら楽しむっていう、あのもうたまんなかったですね。振り回せなかったです。結構ボロボロなのもあって、なるほど、多分すぐ壊れちゃうかなとも思ったんで、抱える感じで一緒に寝たり。そうですね、一緒に寝ました。で、1週間しかないんだと思ったら、私が1日寝て、その次の日お母さんが一緒に寝てましたね。中学2年生の時にあのドラゴン怒りの鉄拳を見まして、で、それを見てドラゴン怒りの鉄拳のラストシーンを見た時にもう大泣きしまして、こんなに演技が上手い俳優さんはいないなと思って、皆さんやっぱブルース・リーって言ってアクションのイメージが強いんですけど、私はお芝居で好きになったっていう感じ でそこから好きになってヌンチャクを始めて、ジークンドーも始めて、で現在に至るって感じですね。
こんなに亡くなってる人を好きになるんだっていうちょっと不思議な感覚ですね。でも亡くなってるからこそなんかこうずっと応援し続けられるのもあるかもしれないですね。追いかけ続けられるみたいな。あ、すいません、どうもお待たせしましたあ、母です。どうも。はい、お母さんで、いつも YouTube でお母さんと一緒にヌンチャクをやったり、はい、アクションしたりしてます。もう3年ぐらい一緒にやってるんですけど、全然ヌンチャクが上手くなってくれないです障子がもうそうなんですよ。芝遊戯で障子をこう障子にこうもうこうなっちゃう、お母さんに、まあ、お母さんに殴られてちょっとなんか怖いがあるんですけどジャバーのね、はい、敵役にこうやって頭こうやって掴まれて、バーンってやってこうやってなってここにこうっていうシーンがあるんですよ。でさらに死亡的遊戯ではね、もっと開ける開けるっていう、まあいろいろ諸説はあるんですけど、ヌンチャクは沖縄のものになってて、なのでそれでまあブルース・リー様もまあ日本の武器っていうことも想定した中で、日本人の役を昔アメリカドラマグリーンホーネットというところでやってるんですけど、その中でもヌンチャクを使用してっていうことでやってて、そこからの多分きっかけもいろいろとあったとは思うんですけど、やっぱり花があって、映画的っていう理由で、まあいろんな理由でその映画でヌンチャクを使ったっていう。自分のトラックスーツのこの衣装自体も考えたの、考案したのはリー様なんですけど、まあ、こんなに長く愛される映画衣装っていうのもなかなかなくて、今や知らない方さえもなんかね、ちょっとモノマネみたいな感じで着る方もいらっしゃるとは思うんですけど、まあでもいろんな意味でね、そういった愛される映画をたったの5本しかブルース・リー映画出てないんですけど、その映画5本の中でここまでヌンチャクだったりトラックスーツだったりいろんなものをこう生み出し、今の50年経ってもいろんな人たちに影響を与えてるっていうのはやっぱりもう大スターだなと思っております。なんかなりたいと思ったことが一度もなくて、ブルース・リー様の再現をやってるけどなりたいとも思ったこともないし、なれないし、本当にブルース・リー様が好きで、なんかそのガチでやってる方たちって体も鍛えたりとか、アクションやったりジークンドー極めたりとかやるんですけど、ちょっとそういうのとは違うのかなって思ってますね。なんか表現する上でのリスペクトなのかもしれないですね、リー様に対して。だから自分がなりたいっていうよりかは追いかけ続けて自分がそれで何になれるかっていう、ブルース・リー様の哲学で Be water my friend っていう言葉があるんですけど、水になれ友よっていうんですけど、まあ、水はティーポットの中に入れてもティーポットの形になってなるし、急須に入れたら急須に入るっていう、川のように流れていて、時には強くなったりして時には優しくだったり、そういったこう水のような適応していく変化していく人間になれっていう教えなので、自分も別にブルース・リー様に一切全てこだわるわけではなく、教えを守った上でブルース・リーを愛すぎた女がこれからどうなっていくのかっていうことをこれから楽しんでいく。よく皆さんが絶対天国でリー様この映像を見て絶対面白くて笑ってるよみたいに言ってもらうとすごく嬉しくて、まあなんかそういった形なのもあるし、ブルース・リー様の教えを守っていくっていう生き方そして幸せになれたらいいなっていう、ことがありますね。自分がブルース・リーを好きで中学生の頃はやっぱちょっといじめとかがいじめってほどじゃないんですけどいじられてたんで、そうですね、なんかそういったものが逆に今は逆にブルース・リー様のおかげで人生が楽しくなってるってことをどんどん証明していきたいなと思ってますね。 あとこういうのとかもかなりすごいですね。当時ジークンドーって道場とかがあったわけじゃないので、はい、通信で皆さん習われてたんですよ。こうやってなんか雑誌みたいな形で1冊ずつこう送られてくるみたいなので、それでみんなこの冊子を見てジークンドーを勉強するっていう、もう本当に当時のそういうマニアの方々にとっては僕結構胸熱なジークンドー講座っていうものですね。これはそうですね、読みましたけどなかなかの内容でした。でも本当なんていうんですかね、
エモいですね、はい、これはですね、あの香港に行きまして 10月に、はい、で香港にいた時にブルースリークラブ の、 あの会長さんとですね、あの仲良くさせていただいてまして、その時にいただいたものなんですけど、こんな感じでですね、まだもう切れてないんですけど、もったいなさすぎて、ここにこれがブルースリー様なんですけど、当時ボクシングをやっていた時のお衣装、この写真ですらだいぶマニアックなんですけどこれの再現の T シャツっていう、これはもう香港からいただいた宝物です。はい、着れないですそうですね、ジークンドーはブルースリー様があの作り出した、ま、あの武術なんですけど、まあそうですね、実戦向きな格闘技ですね。MMA ってあるじゃないですか、格闘技の、はいはい、ああいったものもブルースリー様の影響でできてっていうことなんですよ。そうなんですよ、だから非常にブルースリー様で影響を受けてこの世に残されたものっていうのがもう様々ないろんなものがあるので、うん、まあ、北斗の拳もそうですし、うん、セーラームーンでもあの同じような絵があったりとか、あの型の時に全く同じ描写のあったりするんですよ。漫画家さんも皆さん影響を非常に受けておりますので、浦安鉄筋家族とかありますけど、であとはですね、これがでかいんですけどこれはですね、石井東吾先生という方と広渡辺先生という方とにジークンドーを教えていただいたりもしてるんですけど、その中で広渡辺先生にいただいた、もうかなりもうに日本に本当にいくつかしかないかなり貴重なものですね。このメダルも貴重なものですね。これはかなり自分の中ではもうお宝ですね本当に、あのもし火事にあったらこれは抱えて逃げようと思ってます。これがですね、もう時代を感じる感じのスクリーンなんですけど、今井店長ってドラゴンのお店っていうブルースリー専門店をやっているお店がありまして、長野県に、でそちらの方にですねいただいた貴重なものなんですけど、実はブルースリーがですね乗ってるんですけど、ここなんですよね可愛い女っていう作品なんです。これとあとここにも可愛い女紹介されてますけど、まあこれつまりブルースリー様が初めて雑誌に載ったっていう本なんですよ。だから記念すべきものって言いますか、1970年って書いてあるんですけど、この当時のものがこうしてここにあるっていうのはだいぶ70年からなんで、もう50年以上前のものですね。かなり貴重なものですねこれは。まあ生きてらっしゃったら83歳だと思うんですけど、でも多分なんですけど今でも現役で映画業界のプロデューサーさんだったりとかやってらっしゃるんだろうなって思いますね、もし生きてらっしゃったら。あと武術の方でも現役かもしれないですね。それくらいやっぱりパワーがあります、あると言いますか、まあ、ブルースリー様の年表見てるとそれは32歳で亡くなっちゃうよなっていうぐらいもう爪爪なんで人生が、うん、で70年から74年までの5作品ですけど、あの全部主演ですっごいものすごい勢いで映画撮ってますから、でそりゃ死にますよねっていう、でも本当にそう思うぐらい濃密な方だった人生だったんですよね。だから多分私が100歳生きてもリー様のその濃密さには一生及ばないなって思いますね、うん、だから死亡遊戯って映画、このトラックスーツ着てる映画はあの撮影中に亡くなっちゃってるんで、あの死亡遊戯って映画ブルースリーの映画のようで11分しか出てないですからね、あの本人出演シーン。だからその時亡くなる寸前なのにタイトルをどうしても死亡遊戯にしたいんだって言ってたんですよ。だから何かあったのかもしれないですね。死をも楽しめるんだみたいな言葉なんですよ。あとはそうですね、個人的に好きな表紙のブルース・リーって裸でこうバチョーってやってるイメージ強いんですけど、こういったちょっとこうちょっとギャップのあるといいますか、こういうのが大体皆さんが知ってるブルース・リーだと思うんですけど、
普段ちょっとブルース・リーのイメージからちょっと違うような雑誌が多いですね。自分がそれが好きなので、これアクション指導してる時のリー様ですね、うん、でこれがですね、ブルース・リーがリー様が私服で着ていたもののレプリカです。かっこいいですよね。これを着てるんですよ。もう写真が結構あるんですけど、これ着てるんですよ。だからこういうの着ちゃってレプリカになって、いろんな人たちが着てて、俳優の唐沢さんもドラマで着たりとかして結構話題になったものですね。でやっぱりリー様ってもう本当 T シャツ化されるのはもう本当当たり前なんで、こう大量にいっぱいあるんですけど、私の中でこういったものの中で一番こうお気に入りといいますか、一度もまだちゃんと着れてないほどお宝はこちらですね。これ結構レアな T シャツなんですよ。すごいですよね。なかなか私服で着れないっていうのもあるんですけど、これかなりレアなものと、結構ブルース・リーマニアの皆さんもこれ持ってるのすごいねみたいな言ってくださりました。後ろもこんな感じで、これはですね、これはいただいたものなんですけど、ミュージアムの香港のブルース・リーミュージアムでその時の限定品のものなんで、日本で持ってる方が非常に多分少ないんじゃないかなと思われますね。まあやっぱりリー様ってその非常にファッショナブルなんですよ。当時50年前の時には考えられないようなおしゃれなお洋服をたくさん着てまして、私服がとってもかっこいいんですよね。当時なのにヒールの入った靴履いてたりとか、今やっとそういうのを履いてる人たちが結構そういうの履いていいんだみたいな時代になってますけど、やっぱもうだいぶ前からそういうことやってましたから、非常にセンスがあると言いますか。あと菊池武雄のブランドとかを当時身につけてたり、日本のブランドとかを結構時にあの時代ですごく身につけてましたね。日本多分好きだったんじゃないかなとは思いますね。あとはポスターとロビーカードとかいろいろあるんですけど、でこうやって見ていくとあれっていう感じなんですけど、これがですね、モヤドラゴンのポスターをもう完コピしたものを自分で作りまして、自分がブルース・リー様で、それ以外全部お母さんで作ったっていう。はい、全部お母さんです。でここら辺の小さいのまで全部1枚ずつ取って、ただちょっとたまに同じのとかあります。それが実際のやつでもそうなんですよ。実際のブルース・リーのポスターでもそういう使い回し方をしてたので、同じように配置とかも同じようにやってますね。でその下行っていただくと、これが一番分かりやすいですね。本物と偽物と言いますか、もう偽物と言っていいのかわからないくらいの勢いなんですけど、こう見るとですね、やっぱりお母さんが吊るされてるやつとかが、こっちではもうおばあちゃんが吊るされてるみたいになってるんですけど、これはなかなか大変でした、制作が。これも手作りなんですか？これも全部手作りで、自分でフォトショップで作りました。だいぶそうですね。これもですね、この間ですね、この先日こういった活動をずっと続けてましたら、まさかのブルース・リーの死亡遊戯の映画の舞台挨拶に呼んでいただきまして、でそこでいつも作ってるそのブルース・リーの死亡遊戯の再現動画を大きな劇場で流していただいて、みんなブルース・リーの死亡遊戯の映画を見た後に私たちの偽物映画を見るっていう、とんでもない企画といいますか、こちらのポスターも当日飾らせていただいて、これも偽物なのに映画館の方もちょっと額縁とかに入れてくださって、まあ偽物がだんだんとこうなんていうんですかね、なんか偽物っていうのかな、まあ、再現をずっと続けていたらだんだんとこうもう本当に本物のものと、まあ、比較して笑えるといいますか、なんかそういった楽しみ方をし始めていただけてるのかなといった感じですね。もう本当ただのマニアがお母さんとただやっていることがこういうことになるのは嬉しいなという感じです。これも完全再現です。本当にあるものですね。私にとってのブルース・リーはやっぱ神ですね。
神ですね、はい、神以外の何物でもないですねやっぱでもそれこそ好きだからそういったこといろんな活動ができているので、舞台挨拶とかに登壇させていただいたりとかっていうのもブルース・リー様のおかげなので間違いなく、まあ、中学生の頃にブルース・リーを好きになって、まあ、あの活動だったりとかをしていく中で、あの同級生の子たちからこう笑われたりとか、あの、まあ、当時お芝居やってたんで舞台とかやってた時にも同年代の、まあ、あの共演者の方とかにヌンチャク振ったら笑われるとか、あとは、まあ、ヌンチャクやってる動画がクラスの中で授業中に流されてみんなになんか笑われるとか、まあ、そういった境遇の中の中学校時代だったんですよ。だからちょっとブルース・リーが好きっていうのが恥ずかしかったこともあったんですよ。でも好きであること、自分がそう思っていることをきちんとその言えないっていうのは悲しいし苦しかったし、周りと合わせて私も何なんか君の名は好きとかドラえもん好きとか、なんかクレヨンしんちゃん好きとかいうことの方が苦しかったんですよ当時。だったんで自分はもう我が道を行こうと思って、あのそういった 子たちとは共感できなかった中学高校時代ではあったんですけど、自分の好きなものって溢れてたいし、それで友達がいなくてもそれでも隠したり、なんか好きじゃないって嘘ついたり、好きでもないものを好きって言ったりするくらいなら別にそんな合わせて、ね、一緒にいたい友達なんていないなっていうのはありますね。そうですね、もうカメラ目線でも考えるな感じろです、ね、決して考えることを一切やめろと言っているわけではなく、感じたものを一番に大切にしていくことが大事だっていう、考えてる余裕があるのであれば自分の感じ取ったままの素直な気持ちで動くことのが大事っていう言葉でもあるので、それはもう「モンヨウドラゴン」って映画を見ていただけたら分かると思います。はい、まあちょっと水になりたいと思いますっていう言葉ですいません。で、まあ、もちろんいろんなあれはありますけど、なんかこういうプランを持っていこうっていうことから今一番遠ざけてるので、あの変化していって適応していって最終的に自分が何になるのかっていうところ未知の楽しさで活動してるので、これから全くブルース・リーじゃないものになるかもしれないしっていうのも含めて、その楽しさはリー様が教えてくれた水になれだと思うので、水になってると思います